ただいまから経営学科の模擬講義を始めます。担当は本学准教授の土井満です。どうぞよろしくお願いいたします。本日のタイトルはこちら、会計情報から企業を分析してみようということで、ANA の会計の情報を用いて、会社の潰れにくさ、特に1年以内短期のですね、借金を返す力っていうのを分析してみようかと思います。で、持ち物としてですね、ちょっと作業をしてもらおうかと思いますので、ペンと、電卓、携帯についている電卓で結構ですので、こちらを用意していただければと思います。それから、本日のレジュメ、今見ていただいているスライドをまとめたものと、ANA の財務諸表といいますが、会計情報ですね。こちらを資料1、資料2として、こちらの方にですね、アップロードしてありますので、こちらをちょっと手元に用意していただければと思います。これね、Google のドライブの方に飛んでいく形になります。はい。まだ準備できてない方は、ちょっと一旦停止ボタンを押して、作業をしてですね、準備できましたら再生ボタンを押していただければと思います。で、本日の流れは、このような感じですね。分析対象、分析方法のお話をした後、今の財務諸表というものの見方、で、実際に ANA の分析をしてみて、まとめと。最後にちょっと、おまけのお話をして、終わりというような流れでお話をしていこうと思います。で、説明のちょっと都合上ですね、今見ていただいているスライドと、お手元にあるレジュメの、ちょっと見た目が違ったりすることがありますけれども、同じようなことがどっかに書いてありますので、ちょっとこう目で追いながら、確認してていただければと思います。では早速ですが、分析の対象と分析の方法についてお話をしていこうと思います。これね、ちょっと古い記事なんですが、2020年、これコロナが始まった、最初の年というべきでしょうかね。緊急事態宣言とかが発出された、最初の年です。これのですね、上半期ですね、4月から9月期の決算で、会社は、軒並み、赤字になりました。赤字の企業が全体の3割に達しました。このようなニュース、新聞記事がありましたので、ちょっとこれを抜粋していきました。特に、鉄道とか空運の不振が深刻ですよ、なんていうのが、新聞にね、こちらに書いてありました。今、鉄道空運だけ読みましたが、その他にもですね、鉄鋼であるとか、自動車関連とか、製造、非製造業問わず、多くの企業に、影響をね、与えたというのは、皆さんもね、ご存知のところではないかと思います。これまた別な記事なんですけれども、JR とか、あるいは ANA とか JAL ですね、日本航空、これらも、赤字でしたよなんていう記事が、出ていました。そこでですね、本日は、いろんな業界に影響を与えたということですけれども、この中で、航空業界に焦点を当て、特にその中の ANA ホールディングですね、以下 ANA と略してお話ししますが、こちらの潰れにくさを分析してみようかと思います。コロナでですね、皆さんもいろいろニュースでお聞きになったと思いますが、外出できなかったりもしましたので、やはりこう、飛行機会社とかね、なかなか業績が厳しかったということなんですね。そこで潰れないですかと、大丈夫でしょうかというのを確認してみようというのが今日のテーマになります。で、分析の仕方なんですけれども、潰れにくさというのは、商売をするために企業が持っている資金に占める借金、こういうのを負債と言いますが、負債の割合や借金、負債の支払い能力を評価することで分析することができます。こうした分析を安全性分析と言いますが、本日はこの安全性分析の中の流動比率という、短期の支払い能力に焦点を当てて分析をしてみようと思います。で、実際に分析する会計の情報ですね。これが書いてあるものを財務諸表と呼びます。ANA の財務諸表というのは資料の2の通りになります。こんなのがね、資料の2として PDF でアップされてたと思います。で、財務諸表っていうのは、諸表、諸々の表というように、いくつか表があるんですね。
で、会社が負っている借金の大きさとか、それを払うための財産の大きさとか、まあ、こういうものは、貸借対照表というところに乗っかっています。これでね、貸借対照表と読むんですね。ということで、今日は財務諸表の中の貸借対照表というのに焦点を当ててお話をしていこうかと思います。この貸借対照表には、資産というのと、負債というのと、純資産というのが乗っかっています。資産というのは、現金とか商品とか土地とか建物とか、まあ、こういうものが資産ですね。まあ、将来会社に儲けをもたらす力を持ったようなものが資産と呼ばれるものになります。負債というものは、借入金とこれで読みますが、このようなね、企業の借金など、資産を引き渡す義務を負債と呼んでいます。はい。純資産というのは、資産と負債の差額になります。まあ、これも厳密に言うと、まあ、ちょっといろいろ定義があるんですが、まあ、それらは、大学の講義でですね、勉強していただくとして、ここではまず、この上の2つですね、資産と負債という用語を覚えていただければと思います。さらに、プラスアルファですね、ちょっとこっちも覚えていただきたいんですが、この資産と負債というのは、流動と固定というのに、分けて表記されています。こんな感じね。資産の部というところに流動資産、固定資産とかね、負債の部というところに流動負債、固定負債というような形で表記されていたりします。これらは1年を基準に分けられています。負債の方がちょっとわかりやすいので、こっちからお話ししますと、1年以内に返さなければいけない借金、これを流動負債と呼びます。一方、1年以上借りていられる負債のこと、借金のことを固定負債と呼びます。1年間をこう境にして、1年以内に返さなきゃいけなかったら流動負債。1年以上借りていられるならば固定負債というふうにまあ分けているということですね。まあ、資産も同じように1年を境にして分けるんですが、1年以内に現金化できるような資産は流動資産。1年以上使用する予定の資産は固定資産というふうに分けています。この現金化するってどういうことかというと、まあ、商品なんかが分かりやすいんですが、商品ってこう販売してお客さんからお金をもらいますよね。これが現金化するというお話です。一方ですね、店舗とか配達用のトラックとか、こういうものは1年以上使用する。1年以内に売ってお金に換えようとはしていないものですよね。ああいうものは固定資産というものになります。これも厳密に言うと、実は正常営業循環基準という別なルールがあるんですが、これも大学入ってから細かく勉強していきましょう。まずここではさっき勉強していただいた資産と負債。で、この資産負債というのは1年を境にして流動資産と固定資産。流動負債と固定負債というのに分けられているよと。まずね、ちょっとこの用語を覚えておいていただければと思います。はい。で、次ですが、ANA の会計の情報をですね、貸借対照表を使って、ANA の借金の返済能力を見ていこうかと思います。ANA の貸借対照表から今回分析に必要なデータを抜き出すと、こんなふうになりますよ、ということですね。さっき見ていただいたように、貸借対照表ってちょっと大きいので、資産の部というところだけを今抜き出してスライドではお見せしています。ここね、資産の部というところに流動資産と書いてありますよね。ここに現金とか貯金とかね、現金預金、それから商品というのが書いてありますね。で、この全部の合計額として流動資産合計というのがここに乗っかっています。合計すると129万3921ということで、こちらにね、それを抜き出して書きました。これ、1の位が100万円です。1と書いてありますが、これが100万ですね。
ただこれ全部単位で読むとめんどくさいので、ちょっと単位を省略しちゃって、129万3921という言い方をさせてもらいます。単位省略でこれからお話ししていきます。ちょっとスペースの都合ですね。負債の部は省略していますが、さっき見ていただきました資料の2のところをこう探してってみると、負債の部というのがあります。この中の流動負債っていうところの合計っていうのを見ると、こんなふうに書いてあると思います。687,889。資料の2のですね、ANA の貸借対照表、負債の部というところを見ていただいて、その流動負債、それの合計というところですね、見ていただくと、この数字があると思います。でこれをこう抜粋して、抜き出してきてですね、書きました。短期の支払い能力の分析では、この流動資産と流動負債のバランスを見ます。もう一回確認しますと、さっきの定義ですね。流動資産というのは1年以内にお金になる資産。一方、流動負債は1年以内に返さなきゃいけない借金でした。ということは、流動資産が流動負債よりも多ければ借金、返すことができそうですよね。こういうバランス関係を見てあげましょう。2021年度の流動資産は129万3921、単位をちょっと省略。流動負債は687,889ですので、1年以内に返さなければいけない借金よりも、1年以内にお金になる資産の方が多いので、十分借金返す力はありそうですねと。つまり短期支払い能力はありそうだということができます。はい。今説明したのがこの3行ぐらいなので、ちょっと飛ばしますが、じゃあ22年度はどうなんだろうかと分析してみましょうということで練習問題です。練習問題の1番。資料2の ANA の貸借対照表から2022年度の流動資産合計と流動負債合計を抜き出してみましょう。貸借対照表からがちょっとダブっちゃいましたが、抜き出してみましょうと。回答欄は皆さんのレジュメで言うと、スライドの番号9番と書かれたスライドのところに、こういうブランクにした、ね、表があるかと思いますので、ここに抜き出して、数字を抜き出して分析をしてみていただければと思います。あ、さっき、何も言わずにここに単に抜き出しましたが、先ほど抜き出した2021年度のデータは、こちらね、22年3月31年、1日のデータをこっちに抜き出しました。なぜかというと、これ年度ですので、始まりの日付の年を言うんでしたね。例えば、皆さんは、2023年の4月1日から3年生になって、で、まあ、3年生が多いと思いますが、今の学年になって、で、2024年の3月に卒業される、3年生の場合はね、卒業されるかと思います。その場合、皆さんは23年度卒業生というふうに言われますね。23年の4月1日に3年生になって、2024年の3月に卒業しても、2023年度生と呼ばれますね。というように、年度っていうのは始まりの時の日付で言いますので、ここもね、貸借対照表を作ったのは2022年の3月31日なんですけれども、この年、会社の商売する年、会計年度と言いますが、これは21年の4月1日からスタートしているので、この年を21年度と呼んでいます。ということで、22年度のデータを抜き出しましょうということで、こちらですね、右側の方の列の方からデータを抜き出して、ここに書いていただければと思います。さらに、問題はもう一個、2番、括弧2番もありまして、抜き出しましたらですね、バランスを見てあげてみてください。ちゃんと借金返す力あるのかなというのを分析してみましょう。そうしましたら、一旦で、
停止ボタンを押していただいて作業してもらって、1、2番終わりましたら、また再生をしていただければと思います。はい。では、こちらですね。答え、22年度の流動資産は155万820、流動負債は883,401となりました。これが括弧1の答えですね。はい、括弧2番、バランスを見てみましょうということで、はい、流動資産が155万820で、流動負債は883,401ですので、2002年度も、流動資産が流動負債を上回っているので、短期支払い能力はあると判断することができます。どうでしょうかね。こうやって財務データ、財務諸表というのを読むことができると、会社借金返せるかな、なんていうのをこう評価ね、することができます。同じように、他の会社の財務諸表というのを入手できれば、ANA だけじゃなくてですね、他の会社でもこうやって評価をすることができます。ではですね、22年度も、21年度も単年で見た場合は支払い能力あると考えられたんですが、これ通年で見た場合、支払い能力ってどう変化しているんでしょうか。良くなったんでしょうかね。悪くなっているのか。これですね、実数で見ると、実はちょっと分かりづらいんですね。数字自体は流動資産も流動負債も増えてます。ってことは良くなったんでしょうか、悪くなったんでしょうか。ちょっとね、パッと見では分かりづらいですね。で、こういう時には比率にしてみると、まあ、評価しやすかったりしますので、次はですね、流動比率と冒頭で出てきたですね、経営指標ですが、これを使った分析っていうのをやってみようかと思います。はい、流動比率っていうのは短期の支払い能力を評価する指標でして、流動資産で流動負債を返済できるかどうかを評価するための指標になります。目安としてましては、大きいほど良い指標でして、120ぐらいあると普通、150ぐらいだと優良だというふうに言われます。まあ、ただこれもね、国によってとか、業種によってとか、年によってちょっとこう平均が変わったりしますので、まあ、ちょっとあくまでも目安と思っていただければと思います。計算は流動資産割ることの流動負債 ×100 で、求めることができます。今回は小数点第2を四捨五入して計算しようかと思います。はい、ではやってみますと、流動資産割ることの流動負債ですから、129万3921割ることの687,889かける100で、188.10、これま続くと思います。なんちゃらかんちゃらと続きますが、小数点第2を省略して、四捨五入してあげて、188.1% と求めることができました。これ、目安は150割ると有料ですから、JAL はですね、短期の支払い能力について優良な会社だと、十分短期の借金払うことができる、そういう力を持った会社だと評価することができるわけですね。はい。では、22年度はどうなのか。そして、練習問題2番ですね。22年度はどうなのか。で、21年度からの変化はどうなのか。良くなってるのか、悪くなってるのか。これを分析をしてみようかと思います。では、またですね、停止ボタンを押して、22年度の計算をして、21年度からの変化っていうのを考察してみてください。できましたら、また再生ボタンを押していただければと思います。はい。こちらが、括弧1番の方の、計算してみようの答えですね。155万820割ることの883,401かける100ですので、175.55 なんちゃらになるので、四捨五入すると 175.6% になります。2問目ですね。変化はどうなんですかという問題でした。21年度はさっき見ましたように、188.1% と有料の目安を 33.1 ポイントも上回っていましたので、支払い能力が高いと言えました。
で、22年度も見ますと、175.6%ですから、有料の目安150%を25.6ポイント上回ってますから、やっぱり22年度も短期支払い能力は高い会社と評価することができます。ただですね、前年より12.5ポイント下がっちゃってます。前の年は188.1%だったのが、22年度は175.6%になってますから、下がっちゃいました。となると、ちょっと、心配になりますよね。この流動比率の変化、下がりましたよっていうのを、どういう原因なのかな、何が理由で下がったのかなっていうのは考察しなければいけませんし、できれば、次の年もね、23年度、4年度っていうのも、推移がどうなるのか、注視していく必要があると、言えるわけですね。はい。こんなふうにですね、財務データを、読むことができるようになりますと、まず実数でもですね、会社の借金返す力があるかなと、ああいうバランスカウントを見ることもできますし、経営指標なんていうのを、覚えますと、割合にしてですね、これ平均的な指標からすると、優良な会社かなとか、ちょっと危ないのかななんていうのを評価することができるようになったりいたします。冒頭でですね、コロナの影響を受けて、ANA は一時赤字でしたよというニュースをね、あ、これですね、見てもらいましたけれども、分析してみたところ、直近の2年間は、短期の借金返済能力は優良という目安を、20%、30%を超えるぐらいの値になってましたので、短期支払い能力は十分にあると。その観点からは、潰れにくい会社と評価することができると。言えそうですね。はい。ここまでよろしいでしょうかね。これが今日の課題でした。大学に入って何勉強するのということで、会計の領域の今日お話でしたけれども、会計なんかを勉強すると、会社の会計情報、財務諸表なんかっていうのを読むことができるようになって、例えば会社は潰れにくいかなと、大丈夫かなっていうのを評価することができたり、あるいは、儲けを、今日やりませんでしたけど、儲けを上げる力あるかな、儲かんのかな、なんていうのを評価することができるようになったりいたします。はい。ちょっとね、ここからプラスアルファの話を、やっていこうかと思います。大学の授業って実はここで終わるわけではなくて、むしろここからが本来のスタートになっていきます。例えば、なんで ANA は一時赤字だったのにもかかわらず、流動比率優良の値を示しているんでしょうか。赤字だったら、なんか借金返す力が、なんか悪くなってても良さそうなんですが、そうじゃないんですね。優良、非常に、しかも30ポイント以上も、目安を上回るぐらい良かったりするんですね。なんでなんでしょうか。またですね、直近の流動比率は前年より12.5ポイント下がってるんですね。これなんでなんでしょうか。というように、大学ではですね、まず1年生とかで基礎的な勉強をして、財務諸表の読み方とか、そういうのをこう知識として覚えてもらいます。ただ、3年生、4年生とかで専門のゼミに入ると、こういう考察をしてってもらうんですね。なんでこういう変化があったんだろうか。で、ゼミでは何人もゼミ生がいたりしますから、そういうところでみんなとこうディスカッションするんですね。自分はこう思うんだよとか、いや、こういうデータによるとこうだぞ、みたいな。で、そういう分析で、ディスカッションなんかをすることによって、みんなの知識を深めていったりとか、ゼミの意見をまとめていくとか、こういうようなことが大学で、の勉強というものになっていきます。より詳しく分析するためにということで、さっきもちょっと触れましたけれども、財務諸表の作り方、いわゆる簿記とか会計に関する知識とか、あるいは他の分析方法ですね。今日は安全性という分析の中の流動比率というのを勉強しましたけれども、他にも、どれだけ儲かってるのか、いわゆる収益性と言いますが、この収益性を評価するための指標なんていうのもあります。こういう指標、その他の分析方法なんかも、学ぶ。さらには経営戦略ですね。会社がどんな戦略を取ってるのかとか、こういう知識などがあると、より詳しく、分析をしていくことができるようになっていきます。
大学ではですね、こういうような授業がいろいろ用意されてますので、ぜひ興味があったら、それら授業をね、履修していただければと思います。その他にもですね、本学の経営学科ではいろいろな授業が用意されてますので、最後に少しだけその点触れておこうかと思います。今日勉強したのは会計に関するお話、会計コースの領域のお話でしたけれども、本学にはこの他に経営コース、マーケティングコース、経営心理コース、経済法コース、全部で5つのコースがあります。経営コースっていうのは、人、物、金、情報をどのように活用すれば企業は豊かになるのか、まあ、こういうことを勉強するコースになります。まあ、先ほどの経営戦略なんかもそうですし、まあ、組織論ですね。会社をどんなふうに組織すると、商売をうまくできるだろうかとか、まあ、いわゆる経営学というですね、この経営学科の基本となる知識を勉強するコースになります。企業の中には、従業員がいますけれども、彼らは、どうするとやる気を出してくれるかなとか、まあ、こういう従業員の心理を考える、のが経営心理コースになります。また、企業を取り巻く人としては、お客さんなんかもいますけれども、お客さんは何を考えているのかなと、消費者の心理みたいなものを考えるっていうのも経営心理コースの、勉強範囲になっていきます。またこのお客さんとの関係で言いますと、売れる仕組みをどのように作ればいいのかと、まあ、こういうようなことを考える領域もあります。これがマーケティングというコースになります。まあ、代表的なのは広告、CM みたいなものですね。まあ、それがこの領域の一つということになります。今日勉強したのはこの会計コースですが、企業の活動をどのように記録計算整理して伝達するのか、まあ、こんなふうに会社が活動すると、まあ、お金が動くのでね、そのお金をどのふうに記録計算していくのかということが、この会計コースの中心になります。その結果、財務諸表が作られていくわけですね。まあ、この辺の作り方の勉強が簿記とか会計学とかいう領域になります。さらにはですね、その作られた財務諸表をどんなふうに分析するのか、まあ、こういうのが、まあ、経営分析論とか、まあ、いう領域になっていきます。投資家さんが企業に資金を提供してくれてますので、投資家さんに会計情報をこう伝達、提供していくことになります。彼らはどういう情報に基づいてどんな意思決定をしているのかとか、まあ、こういうものを考えていくのも会計コースの守備範囲になっていきます。企業というのは経済社会の中で活動してますので、やはり経済の仕組み原理というのを理解しなければいけません。さらにはいろいろな法律の規制を受けてます。法律というのは知りませんでしたというのは通用しませんので、きちんと法の体系というのを理解していく必要があります。これらを勉強するのが経済法コースになります。こんなふうにですね、企業が商売をしていく上で必要となるような知識、これらを幅広く勉強することができるところに、本学の経営学科の学びの特徴があります。このそれぞれのコースの中に専門の授業がありますので、なんか興味があった、持ったものをですね、入学したら、それぞれ皆さん履修していっていただければいいと思います。こうやって幅広い知識をつけていくことができます。さらに言いますと、それぞれのコースに専門のゼミがありますので、専門ゼミを履修していただくことによって、それぞれのコースをより深く勉強していくことができるようになります。まあ、それが先ほどちょっと出てきましたゼミ中心主義みたいな本学の学びの特徴というものにもなってきます。その他に実務 IQ とか実践教育とか、まあ、本学の学びの特徴というのがありますが、まあ、これらは大学案内とかですね、ホームページとか、あるいはオープンキャンパスの、個別相談会ですかね、まあ、質問とかできるような機会とかがありますので、ぜひそういうところでいろいろ聞いてみていただければと思います。最後少し全体的なお話になりましたが、本日はですね、このうちの青い部分、会計コースに関するお話をしてきました。
ANA の財務データを用いて会社の潰れにくさというのを評価してみるということを勉強してみました。ぜひ面白いなと思っていただいたら、大学でぜひですね、簿記とか会計とかいう授業を履修していただければと思います。大学でですね、皆さんにお会いできることを楽しみにしております。はい、それではこれで本日の経営学科の模擬講義を終わりにしようと思います。ありがとうございました。